てくれたね。サンタさん、すごいね。こんなに大勢の人が集まってくれたんだね。さあ、まずはご挨拶じゃ。はい、僕はトナカイのルドルフ、サンタさんのお供を務めます。みんな、よろしくね。わしはおなじみ、サンタクロースじゃ。皆さん、クリスマスプレゼント期待しておくれよ。わーい、サンタさんのプレゼント。わしからのプレゼントは、きよしこの夜、聖なるクリスマスの夜にぴったりな物語を、とっても素敵な花火とともにお送りするとしよう。感動の一夜を皆さんにプレゼントじゃ。お話と花火のダブルプレゼントだ。素晴らしい。それじゃあ始めるとしよう。お楽しみ、お楽しみ。それでも続ける。大変よ。分かってる。もうほっといて。このところいつもこの調子。そんな時パパからメールが届いた。たまにはどうだ。私はパパと一緒にバーにいる。
南国ムード。おしゃれだけど落ち着きある佇まい。店の名はお花。お花。Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on. Thank you.
赤ちゃんがお腹にいることも咎められることなく、普段は口数少ないパパが嬉しくてお酒が進んだのか、顔を赤らめ、いつもとは砕けた感じになっていた。あのな、お前ママから聞いてないか。何？そのお前もそうなんだよ。パパとママの結婚式の時にはお腹にいたんだ。ああそうだよね。聞いてたか。うん、でもなんとなくそうかなって。だって結婚記念日と私の誕生日とがね。そうか。でも結婚してからだけどな、できてるって分かったのは。実はここでこの店でママと出会ったんだよ。ああそういうことか。それからもたびたび飲みに来て、それでな、1年目の冬に意を決してプロポーズしたんだよ。指輪を送った。給料3ヶ月分、そして半年後に結婚して、パパもママもお前が生まれてくるのをとても楽しみにしていたんだよ。まあ普通に親としてな。名前をどうしようかとか、生まれたら一緒に新婚旅行だとか。Let's go.
な。ママ、妊娠26週目に切迫早産で緊急入院になっちゃってな。え、知らなかったよ。26週って3ヶ月以上前。お腹の張りを抑える点滴を24時間ずっと入れられてな。副作用でママベッドから起き上がることもできなくて、ずっと寝たっきり。少し収まっても食べなきゃなんないって、食っては寝る、寝ては食べる、それでまた点滴、繰り返しの辛い日々。かわいそう。ママはさすがに参っちゃってな。そうだよね。だけどママ、出産するための前向きな入院なんだって、ポジティブに考えようって、なんとか自分に言い聞かせてな、頑張ったんだよ。入院して2週間ぐらいした頃かな、少し落ち着いた頃、パパはお見舞いに行った時に、子供の名前だけどさ、あ、うん、花の名前はどうかな。花ね、6月生まれ、お花。あのさ、雪の下って花、5月から6月頃に咲く花なんだけどね。雪の下、真っ白で小さくて地味な花なんだけど、冬の間にね、雪の下で根を張り、春から夏にかけて花を開くんだってさ。花言葉は深い愛情。どう？ああ、もちろん雪の人って名前じゃなく、下はバカ。どうした？まるで今の入院生活みたいね。辛いけど、でも最後には元気な赤ちゃんをちゃんと開花させてあげたい。そうだよな。暗い闇を
が生まれる時、ママがそんな苦労をしたなんて知らなかった。初めて聞いた。ママは頑張ったんだ、私のために、私を守るために。そうして私は今ここにある。笑ってくれて選んで
るでしょう。その孤独と寄り添い生きることが愛するということかもしれないか。
みんなが、世界中がハッピーに。メリークリスマス。メリークリスマス。ほほほほ。よし、ルドルフ、そろそろ出かけるぞ。世界中の子供たちにクリスマスプレゼントを配りにじゃ。はーい、サンタさん。さあさあ、それに乗って。出発。Little birds fly beyond.